わかめのように増やせ、エンジニアのための知識の増やし方、はい、今日はそんなお話をしていきます。最初にですねこの喋ってる人は何者かという話なんですけれども、えー、職業はニートと名乗りたいんですが、年齢を超えてしまったので、本とネットをさすらう風来坊ということにしています。豆、えー、知識でいうと、ですねニートは35歳まで、なので年齢を超えたら、ね、ニートじゃないんですよ、なので風来坊と名乗っていると。 世をのぶ仮の姿として、時々本を出しています。どんな本を書いているかというと、図解即戦力 AWS、これはですね、おかげさまで発売以来大変好調です。それからこちら、Docker と Kubernetes の本も分かりやすいとご,ご好評いただいております。で他に RPA 関連の書籍を出したり、から揚げでデータベースを説明する本を書いたり、月刊 IO、一番 日本で古いパソコン雑誌なんですけれども、えー、こちらに記事を書いたり、えー、日経 BP の日経クロステック博士部で、えー、プロジェクト管理について書いたりもしています。で一体な何やという感じもしますが、今ちょっとネタバレしましたけど、一言で言うと、年齢を超えたートと,というところです。はい。で、本題です。で、まあ、今日はですね、えー、エンジニアのための知識の増やし方のお話なんですけれども、えー、いつも通りですね、そもそも、 えー、勉強ってしなきゃいけないのというそもそも論から始めようと思っていますで。さてですね、エンジニアというと、まあこういう感じのですね、えー、ご意見やツイートを見かけたことはないでしょうか。エンジニアは常に勉強し続けないとダメ。好きで日土日も勉強してるやつが吐いて捨てるほどいて、ちょっとやるだけではそういうやつに勝てない。えー、勉強するなら、勉強できないなら、エンジニアに向いてない。 僕ね、あの、これ見ると結構びっくりするんですよ。エンジニアってそんなに勉強しなきゃいけないのみたいなね。まあね、あの、ニキドの僕は言うことじゃないんですけど、えー、それにしてもそんなに勉強しなきゃいけないんですかね。えー、周りのエンジニアもそんなに勉強勉強って言ってないですし、えー、そりゃまあ、多少あの、当然、新技術があったり、えー、まあ、リリースとか調べた方がいいことっていうのはいっぱいあります。いっぱい、まあ、多少あります。でも、勉強できないなら、 エンジニア失格って言うほどなのかと。で、プライベートをですね、勉強につぎ込むのが当たり前なの大体いいね、あの、勝つとか負けるって何なのか。いつからエンジニアはそんなグラディエーターみたいなことになったのか。俺はローマで戦うつもりはねえぞ。っていうね。でね、さらにね、思うわけです。そもそもなんでそんなに根性論なの で多分ですね、この話には、えー、違和感が3つありますで。まず、僕らはそんなに勉強していない。で多分ですね、僕と同世代の人や、僕よりもお兄さん、お姉さんになるような世代の人たちの共通認識に近いと思うんですけれども、えー、僕らの子供の頃って、パソコンでプロ,グラプログラミングすることを遊びあったんですよ。で例えば、えー、インベーダーゲームだとか、えー、ブロック崩しとか。で あの、まあ、そういうゲームをやってみたいから、えー、ベーシックで、まあ、やってみたみたいな、まあ、そういうような人は多いんじゃないかでもう少し年齢が上がって、ネットができるようになると、僕ら以外の人たちも趣味でホームページを作るために、HTML を学び始めます。これはあの、まあ、ブログの登場まで続くんですけれども、素人でも HTML や CSS が分かる人がわさわさ出たと。 であの、まあ大体 HTML とか CSS にあの、まあ飽きたらず CGI とか PHP に手を出していったり、えー、ちょっといかがわしいサイトを運営しているお兄さんとかお姉さんたちは、えー、.htaccess なんかも使えたり。まあやっぱりこれ全部遊びなんですね。で、当時からまあ IT 業界の人もいたんですけれども、えー、普通の企業にお勤めの、まあ、普通の IT とは関係ない人たちが遊びとしてこういうことをやっていた。で、この話って多分謎の五公説のこの山吹色の部分に該当するかもしれないんですよ。でも、僕はこれがえ、自分がですね、これに当たるとはとても思えない。いや、技術を学ぶことっていうのは楽しいことだし、まあ、休みの日にお風呂で技術書を読んだり、電子工作をでちょっと遊んだりとか。 そういうのはするんですけど、別にこれ勉強してやってるわけじゃないんですよ。そして、そういうことを土日を全部潰してやってないです。他にもたくさん好きなことがあって、そのうちの一つに過ぎません。で、本だって例えば歴史の本を読んでることもあれば、あの、ハゼの図鑑を読んでることもあるし、工作だって段ボールで遊んでる時もあるんですよ。で、下手なプラムを作ってることもあります。 でプライベートの全時間を使って、そんな何でもかんでも毎日ずっと技術のことを、と IT 技術のことを考えているわけじゃないです。で時々、まあ、今日の土日はそういう遊びをしようかなって、そんな気分もあるっていう程度に過ぎないですで。このプライベートを全部つぎ込んでるやつって一体誰なんだよ。ですから、まあ、これをですね、勉強と呼ぶかどうか置いといて、とりあえず、えー 僕らはいやいや何かを頑張ったわけじゃないし、全部の時間をつぎ込んでいるわけじゃない。これちょっと一つ覚えてくださいで。次にですね、2つ目の違和感。全員一律で同じように勉強しなきゃいけないのっていう話です。でこの業界、今では非常に広くなって、大きい会社から小さい会社まであります。職務だって上から下まであるし、デザイン系のことをやっておられる方もいれば、えネットワーク系の人もいる。 でマネジメント系の人もいる。で総務だとか経理だってすごく大事な仕事です。で、えー、一律でですねあの、同じようにフルスロットルで技術だけを勉強する必要ってあるんですかね。まあ、最近はですね、あの駆け出しエンジニアの方が、ウェーブ系エンジニアを目指す話なんかもありますが、あれも目指すことはいいと思うんですよ。で、ウェーブ系エンジニアもいい職業だと思っています。 でいい職業だし、目指すことはいいことなんですが、それを全員が目指す必要ってあるのかとはちょっと思っています。で例えば、未経験からのウェブ系エンジニアっていうのは、いわば偏差値40代の人が難関大学に受かるようなものなんですね。ニャンコロ桜みたいな、まあ、そういうような話なんですよ。で、それはやれる人もいればやれない人もいます、当然ね。全員ができるとか、全員が向いてるわけじゃない。 そして別に無理せず中くらいの大学でのんびりが向いてる人だっているわけです。で同じようにこの仕事の話もぼちぼちでやりたい人はぼちぼちが求められる仕事だってあるんですよ。だって業界が広いもん。正直そのバリバリでやってるっていう人っていうのはすごく一部で、えー、ぼちぼちの人もいるわけだし、えー、そこそこバリバリの人もいるし。 で、バリバリやりたい人はバリバリやればいいし、ぼちぼちがいいならぼちぼちでいいと思います。で、ぼちぼちでいいなら勉強もぼちぼちでいい。で、大事なのは全員一律である必要はないということです。それぞれでいいんじゃないか。そして三つ目がこちら。えー、エンジニアなら根性論ではなく技術で解決しよう。えー、なぜ技術,技術ではなく根性論で勉強しないやつは死あるのみみたいになってしまうのか。 え僕はですね、エンジニアというのは、発展したいことだとか困ったことを技術で解決する仕事だと思ってるんですね。で、根性でどうにかしようっていうのは非常に違和感があります。で、確かにですね、多少は根性で解決した方が早かったり、えー、前提条件としてある程度の根性は必要です。で、徹夜しなきゃいけないときは徹夜しなきゃいけない。でも、こんなオール根性でやるべしみたいなのは、非常にエンジニアらしくない。 だって僕ら根性論って嫌いじゃないそう思うわけですで。そこでですね、ちょっと知識の増やし方を理論的に整理するということを考えていきます。えそういえばですね、このセッションでは感想だとか、えー、質問ツイートをですね、お待ちしております、えー。オンラインイベントではですね、こういうのはあの盛り上がり大事なんでね、えー、このハッシュタグが にゃろうと書いたりもあるので、ハッシュタグだけつけて、えー、ぜひツイートしてください。それはですね、さ,さておき、えー、根性論ではなく、技術で知識を得るためには、えーまあ、これも毎回ちょっとあの、ね、あの話すことなんですけれども、えー、己と敵を知るっていうのが一番大事です。で孫子の、えー、彼を知り、己を知れば、百戦危うからずってやつですね。 であのそういえばどうでもいいんですけどね、孫子って二人いるんですよ。あのね、孫武と孫ピっていうのがいるんですよ。で、これっていうのは、ね、先祖の方の孫子です。孫武の方ね。ということでですね、知識を得る媒体について模索していきます。さて、えー、媒体について、えー、ざっくりと受刑図で書き出してみると、おおよそこんな感じかと思います。大まかに紙があって、ウェブがあって、イベントがあり、紙の中には 書籍と雑誌、ウェブにはサイトや動画、えー、イベントにもいろいろあるというような感じですね。で、まあ、これの他にもスクールだとかいろいろあるかと思うんですけれども、あんまり自分の知らないことを言っても意味がないので、自分の知っている範疇で話をしていきます。まあ、我ながらちょっとね、この紙ウェブイベントはね、乱暴じゃないとは思ってるんですけど、まあ、分けないとね、話がなかなかとっちらかりやすいんで、えー、とりあえずね、これを前提として話をさせてください。 はい、で最初はです、ね、紙なんですけれども、えー、純粋な紙という意味では、パンフレットなどもありますけれども、基本的には書籍と雑誌についてのお話です。また、書籍というと、電子書籍もありますが、それはまあどっちかというと、ウェブに性質が近いんで、ちょっと置いておきます。さて、えー、紙の特徴として大きいのは、何かというと、手軽に手に入りやすいということと、現実感があるということです。 で現実感とは何ぞやなんですが、これはあの僕はちょっと勝手に作った言葉で、えー、手に取ることができる、実際に触ることができる、ということを指しています。現実感があることのメリットは、視認性がいい、傘が分かりやすい、ということでしょうね。うんえー、視認性はまあ言わずもがななんですが、傘を知るというのは意外に大,大事なことで、えー、全体の中のどのぐらいの割合に当たる情報なのか、 ということを知ることは知識を得る上で非常にまあ理解に役に立つ情報です。そしてデメリットはですね、検索ができないためピンポイントで情報を探しづらい。それからコードなど、まあ、あのプログラミングの書籍だとか、ネットワークなんかもそうですけど、コードがあるもの、コードなどがコピーできないこと。 まあ、コードに関してはです、ねあの、サンプルで加わることも多くて、えー、僕の方は基本的に大体サンプルついてます。でえー、ただ、まあ、検索についてはもうどうしようもないので、検索がないのはまあちょっと不便かなというのはあります。はい、そして、えー、さらにです、ね、雑誌と書籍の違いについても確認をしていきましょう。えー、書籍はページ数が多く、一つのテーマについて書かれていることが多いのに対し、 雑誌はいろいろなテーマを集めて書かれていることが多いです。また情報も書籍を一冊作るのには時間がかかるため、やや遅れがち。ですが、雑誌はスピードが速いので、そこそこ最新の情報が載っています。じゃあだったらですね、雑誌ももっとスピードアップしてくれればいいじゃんって思うかもしれませんが、あすみません、雑誌や、ね、書籍ね、もう、えー、スピードアップしてくれればいいじゃんと思うかもしれませんが、書籍というのは、 えー、どっちかというと、スピードよりも正確性やクオリティを求められることが多い媒体です。そのため、著者はじっくりと書きますし、検証などもかなりしっかりやります。出版社から出しているということは、出版社が内容について担保しているということでもあるんですね。で一方ですね、雑誌の場合は、スピードも大事になってきます。ですから、書籍に比べ、雑誌の方が、一つのテーマについて裂かれるページ数が少ないですし、限定された内容について取り扱います。 これらの性質をまとめると、紙の媒体は物事をしっかり把握したい場合に向いています。そして、スピードを求めるのであれば雑誌、じっくりを求めるのであれば、あれですね、書籍。まあ、こんなような状況になっているそして次にウェーブです。 でえー、乱暴にですね、まあ、ちょっとサイトと SNS と動画が混ざってるので、えー、全部に言える話ではないです。でおおよそこんな傾向があるなというふうに考えてください。でまずですね、えー、ウェブの最大の特徴は、手軽で無料コンテンツが多いことです。でそのため、ちょっと知りたいときに大変ありがたいです。でただ、現実感はあまりないので、人によって、えーまあとでいいか。 なりやすいつまり目の前に情報があっても後回しにしたりざっと読んでしまって情報を粗雑に扱いやすいこれはもうねウェブっていうよりも正確には無料のコンテンツの特徴かもしれないです例えばイベントでですねあの、まあ、チラシとかもらったりするのもいつでもいいやって思うとなんとなく適当にぐちゃっとなっていったりしやすいですよね、まあ、それとちょっと似てると思いますなので、まあえー、ウェブというその無料で何かが見られることが多い えー、コンテンツにおいての特徴になりやすい。でただですね、えー、検索ができたり、コードをコピーしたり、双方向で、えー、コミュニケーションしやすいというのも魅力ですね。はい、そして、えー、ホームページ、えー、もはやもうちょっとね、個人のホームページというものが非常に少なくなっているんですけれども、えー、企業のホームページや公式のホームページなど、まだまだ、えー、利用されるホームページは多くあります。それはちょっと今回、はい、あのー 黒めかしくホームページって言ってますけど、あのウェブの中の、ウェブ、ウェブのいろいろについて話すよって言って、ウェブの中のウェブサイトっていうと、なんか言葉分かりにくくないと思ったんで、えー、わざとね、これホームページと言っています。まあ、たまにはね、こういう保護も良いでしょう。みたいな理由です。はい。ということで、えーまあ、ウェブサイト、ホームページですね。の特徴なんですが、えー、ブログに比べて、きちんと階層化されていることが多い。 また、それに伴ってページ数も多めです。情報を体系的に得やすい傾向があります。そして、企業や公式のホームページの場合、一時情報であるということも魅力です。一時情報というのは、まあ、つまり企業やなんかが言っている原本みたいなものですね。 でただですねあの、企業の方がやっぱりやられているので、えー、ライティングの専門家が書いていないこともあります。書いてることもあったり、書いてなかったりことすることもある。なので、読みにくかったり、まあ、英語をそのまま機械翻訳しただけというページもあります。はい、で、えー、ブログやメディア、オウン読メディアの特徴は、そのスピードと幅の広さです。 個人が書くことも多く、ある意味、まあ、売り物にならない情報であっても、有志が書いてくれますた、えー。ただですね、トピックごとに書かれることが多いので、体系化されていない傾向が強いです。また、えー、個人が書くものの特徴でもあるんですけれども、ブログの場合は、玉石混交の傾向があります。えー、当然、あのその筋の信頼できる人が書いてある、書いているケースもあれば、そうでないこともある。で えー、これはいいとか悪いの話じゃなくって正しいか間違ってるかは自分で判断するものなんだよっていう話をしています一応あの、まあえー、さっきの書籍なんかのだとかあの、まあ、雑誌だなんかの話だと出版社が出しているものっていうのはある程度、まあ、出版社が担保している状態なんですが、えー、当然だからブログやなんかは、えー、担保している誰かが担保しているわけではないので、えー、ある程度自分で正しいかそうでもないか というのは判断が必要ですそして SNS、ね、SNS SN もまあ最近非常に多いですよね。SNS の特徴はです、ね、ある意味情報の少なさなんですよ。で情報の少なさって何かという、まあ、感じですけれども少ないがゆえに多くの人が手早く配信し,しますあの。例えばツイッターだったら140文字しかないからポン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 気軽に配信しやすいんですよね。 ブログだとわざわざ書かなきゃいけないとか、えー、ホームページだとわざわざ書かなきゃいけないみたいな気持ちになるようなことでも、ツイッターだったらとりあえずメモ代わりに書くかとか、フェイスブックだったらとりあえず書くかとか、まあ、そういうような傾向強いですよね。なのでそういうふうに、えー、発信する人が圧倒的に多い。でまた、えー、双方向でコミュニケーションが取れる。これはすごく大きな特徴だと思います。なので、まあ、例えば少しわかりにくい部分ちょっと質問したり、えーまあ それによってまた話が発展してたりというようなこともあります。で、一方でですね、当然ブログで話したような、正誤を自分で判断しなければならないという問題は、より強くなります。ブログの場合は、確保もある程度、まあ、えー、ちょっと。 よし、ちゃんと書くぞみたいなところがあっても、ツイッターは気軽にパパンって書いたり、例えばあのイベントの最中に発信、今回もそうですよね、し,したりするときに、誤字よりもスピードが求められるので、どうしてもやっぱり誤字脱字があったり、えー、そもそもちょっと理解が違っていたり、えー、あとはま,あまとめ方が間違っちゃったりとか、そういうことあるの。なので、より正誤を自分で判断しなければならなくなる。そしてですね、動画。 動画ですけれども、動画は情報量が多いというのが特徴です。そもそも、えー、文字だけより音声や画像があった方が情報量が多い。それはそうですよね、えー。そして体感しやすい。だから記,録記憶に残りやすい、まああのー。実際に見た方が早いものっていうのは動画が強いですで。ただですね、デメリットは1秒あたり発信する情報が多くても、動画の尺っていうのはやっぱり短めが好まれるので、 トータルすると情報量が少なくなりがち。まあだからあの別にあの24時間の対策を作ってもいいんですけど、えー、なかなかね、そうすると今度は見てもらいにくくなるので、大体いい YouTube やなんかだと5分、10分多いですよね。なので、えー、まあこんなようなプラットフォームだとよりそういった特徴が顕著になります。はい。で、えー、ウェブの話をまとめるとですね、スピードが速く、えー、幅広い情報を得るのに向いている媒体というところでしょうか。 ただし、玉石混交なので、正、え、誤、ー、の判断は自分でする必要があります。はい、最後にですね、えー、とイベントです、えー。本日も皆さんイベントに参加されているわけですけれども、イベントはちょっとまとめて話をしていきます。えー、ここでいうイベントとは、どちらかというと、オフラインのイベント会場で行われているイベントを想定しています。例えば、えー、インターロップだとか、えー シーテックだとか、セデックだとか、あとはまあカンファレンスだとか、セミナーだとか、えー、ユーザー会の集まりとか、それから、義、え、書、ー、博や技術,技術書店のような同人試測媒会もあります。まあ、OSC にもユーザー会が、ね、いろいろ参加されてますし、義、え、書、ー、博、えー、さっきあのちょうどこの会場で、えー、技書博の,あの運営の有明さんが、えー、セッションされてましたよね。 えーえー、ちなみにですね、この偽証博と技術書店は、どちらもあの同人誌のイベントなんで、間違えられやすいんですけど、えー、それぞれで、ね、全然あの特徴が違うんで、面白いです。両方いくといいと思います、えー。次回の技術書店は9月、偽証博は11月。ちなみに、えー、インターロップは6月、えー、もうすぐです。それからセ、えー、とシーテックがね、10月、えー、あと、これこもちょっと書いてないですけど、えー、セキュリティでですね、コードブルーというイベントがあって、 えーとそれはまあ10月みたいな感じですね。でえーとまあ、そろそろですねいろんなイベントの,あの年間のスケジュールは出てきているので、まあ、チェックした方がいいと思います。まとめてチェックしておくと便利です。で話を戻すと、ですねこういうふうに、まあえー、イベントがいろいろあるわけですよ。でイベントがまあいろいろあるんですが、こうしたイベントの特徴は何かっていうと、最大の特徴はやはり 体感できることだと思っています。でですね、あのまあ、情報動画でも情報量が多いって話はしましたけれども、動画よりもさらに体感だとか、えー、空気感という情報が加わるので、1秒間、一瞬に得られる情報量としては、イベントが一番多いです。で、えー、多すぎてすべてを吸収できないことも多いぐらい、そのぐらい多いです。でただですね、えー、ちょっとね、 手軽ではないかもしれない。そもそも、まあ、我々ね、こういう人たちなんでね、えー、そもそも人にの集まるとこちょっと行きたくないよとか、それから家から出たくないよとか、まあ僕も出たくないですけどね、えー、参加の方法がわからないし、参加してぼっちだったらちょっと不安じゃんとか、まあそういうこともあると思うんですよ。ただですね、イベントは、えー、やはり、えー、着物ようなものが一番身につくのは、えー、イベントじゃないかと思っています。 でイベントに行くと、でですすね一気に何かががめることが多いですそして、えー、今はです、ね、ちょうどあの、まあ、オフラインが盛んなので、あのあオンラインが盛んなので、えーまあ、オンラインイベントにですねちょっとさあの慣れてで、参加イベントを増やして、それの例えばオフラインが開かれるようになったら、まあ、行ってみるとか、そんなような形で、えー、参加イベントを増やしていってもらえるといいんじゃないかなと思っています。 でこのようにですね媒体をいろいろ並べ立てて、何が言いたいかというと、それぞれ特徴があり、メリットもデメリットもあるよということを言いたいです。そして、我々はまは自由なんですから、何かの媒体を限定して使わなきゃいけないってことはないんですよ。この媒体でしか勉強しちゃいけないわけじゃないんですよ。なので、自分が今、この媒体を一番使いたいなと思う方法で情報を得ればいいと思います。 だって僕ら大人でしょ日本に住んでいる大人なんだから、えー、学校で指定されてるわけじゃないし政府に制限されてるわけでもないんですよ。なので好きな方法で好きなように学ぶといいんじゃないかなと思います。 まあよくです、ね、あのつよつよの方がですね、あのこういう情報を得たいんだったらこうすべきだ、ああすべきだという話をしますけれども、えー、それはですね、その人の情報の得方であって自分に合うかどうかはわからないです。一致するかもしれないし一致しないかもしれないで。例えばですね、実際の操作方法を見たいというのであれば動画が手っ取り早いし、えー、もしくはイベントやセミナーに参加するというのもありだと思います。 でじっくり考えながら学習したいって言うんだったら書籍が向いてるしえ、最新情報を得たいって言うんだったら SN、SNS だとかブログを組み合わせて情報を得ると早いです。で、今言った例もですね、あの僕はそれがいいと思うけど、あなたは違うかもしれないで。それぞれ媒体によって役割が違うし、人によって好みは違います。なので、これっていうふうに限定するんじゃなくって、それぞれの特徴を知って、方法を選べる、そして組み合わせる。 という考え方が大事で,すでですね、えー、ちょっとここで雑談的な話をすると、えー、僕はじゃあどうやって勉強してるのかと、お前本書いてるじゃん、本書くやつはどうやって勉強してんだよみたいな、まあ、そんな話なんですけれども、えー、大体ですね、小籍を書くときには、小籍を手当たり次第に結構読んだり、えー、公式をなめるように読んだりすることが最初ですかね。それから、えー、取材も行います。もともと取材に行って知ってることもあれば、ちょっと手配してもらってということもあります。 あとはまあブログだとか SNS のようなものも当然利用しますし、えー、発音などでよくわからないときはあのーな、なんて読むかわかんないとか、あとどっちかわかんないってあるじゃないですか、あーなのか、おなのかとか。で、そういうようなよくわかんないなみたいなときは、公式だとか、えー、ネイティブの人の発音している動画を見て、なんて発音しているかというのを確認しています。まあ、さっきお話しした通り、書籍はあの正確性が強く求められるので、えー、入念に調べるわけです。 ちなみにですね、日本だと、えー、これをですね、クバネティスというふうに言うことが多いんですけれども、僕の本ではク、えーベネティスというふうに表記をしています。でなぜかというとあの、Linux のカンファレンスでですね、あのまあ、最初になんか発表みたいなのがあったりしたときにです、ね、公式の人たちがク、えーベネティス、もしくはクーベルネティスって言っているように聞こえたんですね。 で僕の耳が悪い可能性もあるんですけれども、まあ、どっちかというと、くバじゃなくてくベじゃないと思ったので、それで、えー、そのように統一をしています。でこうしです、ね、あの情報を探すわけですけれども、結局最終的には、えー、ソフトウェアだとかサービスそのものが一番大きなソースです。なので、まあ、実際に本当にその通りかはかなり検証するし、調査もします。 であの時々あの勘違いしてる人がいますけど、最大のソースは公式サイトじゃないです、現物です。公式はですねあの、まあ、間に合ってな,ないこともあったり、説明されないこともあるんですね。で、えーまあ、そういう公式はですね保管するために僕らのような人たちが本を書くものなので、それでいいと思います、公式は。あのそもそもですねソフ,ソフトウェアだとかサービスを作ってくれてるだけでありがたいんですよ、公式っていうのは。 なので、まあ、作ってくれて、さらにそれのドキュメントもそこそこ詳しく書いてくれてる、もうそれで十分。で、それよりももっと詳しい情報だとか、ちょっと穴が開いちゃったところは、我々のような、えー、人が本を書いて埋めていけばいいんじゃないかなと思います。まあ、ただですね、えーまあ、こういうふうに、えー、僕は勉強してとか、まあ、知識を得るわけですけれども、ただ、えー、これはあくまで僕のような。 本を書く人の勉強の仕方であって、一般的なエンジニアはやっぱりここまでいるかっていったら、多分いらないです。やっぱりそれは自分の仕事に必要な範疇でいいと思います。さて、個、え、々、ー、の特徴がです、ね、あると分かったところで、僕はあの書籍を執筆している人間なので、えー、書籍の種類の話。 をしつつ自分が何を求めているかを探る、まあ、そういう話についてあの方法について話していこうと思います。あえー、感想とか質問ツイートお待ちしています。この犬はですね、えー、伊豆の神っていうんですけど、伊豆の神が出てきたらツイートって思い出してください。えー、で、緩和球大なんですけども、えー、これからですね、書籍の種類の話をしつつ、まあ、自分が何を求めているか探るんですけれども、えー、これはまあね、 己をしあの敵をを知知ったから今度は己を知るフェーズとということですよーしじっくり学びたいから書籍を選ぶぞって思った時に意外とねその違いだとか自分の望みが分かってない人って多いんですよ。でこれは書籍の話で、まあ、話を進めていきますけれどもえ他の情報を得る時にもこの考え方というのは参考になると思うのでこれをベースに考えててもらえばいいと思います。 書籍ですけれども、三つの軸でか、えー、種類を考えるということをお勧めしています。まず一つ目はタイプです、えー。概要なのか、手順なのか。というところですね。どういうタイプの本なのか。それから、二、えー、つ目はスタイルです。図解なのか、読み物なのか。そして三つ目はレベルです。初心者なのか、中級者なのか。ベテランなのか。研究者みたいな人もいますよね。 で、どういうレベルの本なのか。この3つの軸で考えていくと非常に分かりやすいです。えー、まずですね、書籍の,あの,の概要なんですけれども、えー、と書籍にはですね、えー、概要を説明したものと手順を説明したものとがあります。これはあの基本的にね、両立が難しいと思ってください。であのなので、自分は知識を知り、知識だとか、まあ、概要を知りたいのか。 それとも手順が知りたいのかをはっきりさせた方がいいです。例えばプロマネだとか SE だとか発注する側の人であれば、えー、概要だとか言葉の意味を知りたいことが多いと思います。でプログラマーだとかコーダーだとか実践作業することが多い人であればまあ、概要もさることながら具体的な手順が必要ですよね。でポイントはねやっぱりあの作業をするかどうかです。 作業をしないのに細かいコマンドを覚えてもあんまり意味ないので、それよりも技術の使い道だとか、メリット、デメリットだとか、セキュリティのことだとか、そういうのが分かった方がいいと思います。まあ、どっちの本でもおおよそのことは分かるでしょうと思うかもしれないですけれども、手順と概要とは本の性質が違います。ちょっとぐたぐた話しても分かりにくいので、ちょっと実例あげますね,でですね。例えばあのデータベースの本でセレクトを説明するというときに、 概要の本だと、まあえー、データをセレクト文で操作する。と、まあ、そういうような説明だけをすればいいんですけれども、えー、ここに今、例あるように、セレクトはデータを抽出する文です。こういう感じですね。でえー、手順の場合、まずですね、 えー、バーチャルボックスなどの、えー、仮想環境を用意して、その後 Linux を入れて、ままあ、MySQL を入れて、まあ、マリアでもいいですよ、えー、データベースを作って、テーブルを定義して、データ入れて、セレクト文でデータを操作まで来て、ようやくセレクト文がの操作の話ができるんですよ。これ上下見比べてもらうと分かるんですけれども、非常に長いですよね。 でセレクトについて知りたいだけなのに、えー、まあ、バーチャルボックスから説明されるとちょっとつらい。しかも、Linux のコマンドとか、ちょっとね、興味ないよみたいな、そんなケースもあると思います。はい、そしてですね、えー、手順について書かれた本は、その通りに操作することができる、でそうしたら誰でもできるっていうのを目標に書かれています。 そのため、細かい設定情報についても書かれているし、えー、迷うことはないです。でただし、手順の本は、その手順を試してみるための周辺の環境なんかも、まあ、バーチャルボックスとかね、整えなきゃいけないので、本質的ではない、さまつ的な情報も、やっぱりどうしても,おも多くなっちゃう傾向にあります。で逆にですね、概要の本は、えー、本筋を理解させるのが目的です。なので、えー、そのため、具体的な手順には書けるんですが、その技術がどういうものなのか。 何の意味があるのかというのはつかみやすいようになっています。はい、でこれはあの概要の本と手順の本でどっちが優れてるという話ではなくて用途が違うよということを言っていますで。ベストなのはえ概要の本を軽く読んで、えー、全体像をつかんだ後に手順の本で実際に操作してそしてさらにもう一度概要の本を読み込むと、まあ、身につくんですけども、まあ、ちょっと、まあ、そこまでじゃないにしてもどっちがいいかっていうのをまあ 用途が違うんだから分けようねっていうことを言いたいんです。で、時々ですね、本を読んだけど、ハンズオンがなかった。手を動かさないと意味がないから、概要の本はゴミ。みたいな、よく分かんない意見を見かけるんですけど、それはね、あなたがね、対象読者じゃないんです。えー、書店で手に取ったり、木造を見れば、概要か手順か分かるので、えー、手順が欲しい人は最初から手順の本を買えばよかったんです。で、概要の本が欲しい人は、概要の本を買えばいい。で、概要の本にケチを作るななんだかちょっと違う。 まなので、えー、そういう人にはですねあの、大人は自分の本ぐらい適切に選べるようになろうという言葉を送っておきます。だいたいね、そのぐらいの調査能力ないのって大丈夫なのっていう、まあ、心配になりますよね。アマゾンとか出版社のサイトに目次ってありますからね。なので、まあ、目次見るとだいたいね、概要か手順かっていうのは分かるので、そこで、えーまあ、どっちの本なのかなというのを意識してみるといいと思います。はい。で 概要と手順、じゃあ、両立しづらいとか言うけど、でも、そんでもやっぱり両方欲しいから、両方書いてよと思うかもしれません。でね、そうするとね、えー、ページ数が増えて、本の価格が上がるんですよ。で、本の価格が上がると、皆さん手に取りづらいですよね。なので、どちらかに寄せるわけです。で、これは仕方ない。というか、もうそういうもんです。そして、えー 例としてですね、概要の本と手順の本をしましたけれども、他にも例えばリファレンス本だとか、テキスト形式の本だとか、ドリル型とか、まあ、そういうのもいろいろあるので、こういうところはちょっと気をつけてみてください。そしてタイプが分かったところで、次はスタイルです。概要や手順といっても、表し方はさまざまですで。図解で、まあ、説明する場合もあれば、文章で説明する場合もある。読み物や漫画、あと辞書形式なんていうのもありますよね。 で形式がたくさんあるのは、なんでかって言ったら人がたくさんいるからです。図解の方が理解しやすい人もいれば、読み物の方が理解しやすい人もいる。で脳の作りというのは人によってね、まあ、いくつか種類があるんで,で、違って当たり前なんですよ。で自分と相性がいいのは、どのようなスタイルなのか。でこれはあの好きな、ね、技術書を並べてみると、意外と結構分かります。似たような本が大体好きです。でそれからですね、えー、形式はですね、 本を読む環境にも左右されますで例えばあの、やっぱり図解文は大きくなりやすいし、読み物本は小さくなりやすいです。で頻繁に持ち歩いて、通勤電車の中で読みたいのであれば、やっぱり、えー、ちっちゃくって読み物本の方が手に取りやすいかもしれません。椅子に座ってじっくり読むのであれば、図解本の方が頭に入りやすいかもしれないし、特に、えー、手順の本であれば図解の方がいいのかもしれません。あと、組み合わせの問題もあります。 えー、概要を図解で説明するケースもあれば、読み物で説明することもある。手順も同じ、リファレンスも同じ。なので、ジャンルによっても相性があるので、えー、いつもは読み物を好むけど、ジャンルによっては図解を選ぶということもあるかもしれない。だから、えーまあ、図解と読み物も両立しづらい。でこれもちょっと例を挙げておくとですね、これちょっとあの大きい、1ページをね、ちょっと上下。 で、まあ、図解即戦力 AWS の納豆について書いた箇所なんですが、本文中には IP アドレスは書いていません。それはいちいち IP にゃごにゃごがと説明するよりも図を見てもらった方が早いからです。こんないちいち、ね、10の12のとかね、あの本文に入れるのは無駄なので入れていません。で、これをですね、もし図なしで説明すると、えー、ルーターにはにゃごにゃごという IP が振られ、その下にはプライベート IP でにゃごにゃごみたいな。 非常に分かりやすい、分かりづらい説明になります。だからこういうのはね、あの図の方がやっぱり強いですよね。で、これも図解と読み,読み物のどちらが作れてるかっていう話ではなくて、えー、違うものなんだよ。例えば小説と芝居の脚本が違うようなものです。文字だけ読んだら小芝居の脚本は分かりづらいし、小説をそのまま芝居にするともたもたして鬱ってほしい。同じように図で説明した方がいいものは図だし、文字で説明した方がいいものは文字の方がいいと。 そしてですね、えー、3つの軸最後はレベルです、えー、レベルはですね初心者向けなのか、熟練者向けなのか、果たして中級者向けなのかなんですけれども、えー、ここには一つ落とし穴があって、著者の想定する初心者と読者の想定する初心者が異なっていることがある。えー、初心者とは、ですね本当にその技術を知らない入門者のこともあれば、えー、ある程度技術が分かっている初心者のこともあります。 場合によっては、他の職務だとか、言語の熟練者で、他の技術は詳しいけど、新しく習う技術についてのみ初心者ということもあります。本当のズムのし素人の入門者であれば、まず、どんなソフトを使って学習していいか分かんないし、最近では、例えばあの、ね、タッチタイピングもちょっと厳しいという例も聞いたことがあります。えー、そこまででなくてもですね、基礎知識はなくて、データベースを学ぶのに、リ i ックスがちんぷんかんぷでつまずくかもしれない。 一方ですね、他の職務の熟練者であれば、共通する基礎知識の説明は不要です。まあ、とりあえず、ちょきょいと環境を届いてよろしくから説明してもいいわけです。で著者がですねどちらの人を入門者と捉えているかというような本によるし、えー、読者の方もまた同じです。ですから、入門者向けといっても、実は自分がそこに該当しないケースもあるわけです。その書籍がどの入門初心者向けに書かれたものか。 入門者向けに書かれたものかを確認して選ぶことが肝要です。まあ、というかね、そもそも他の職務での熟練者は入門者ではなく、編入者だと思うんですよ。あの高専生の人が3年の大,学あの大学の3年生に編入してきたら、1年生と同じに扱わないでしょ。そういうことですよ。まあ、時々ですね、入門書のレビューで、こんな簡単なことが書いてあったとか言って、もうね、あり狂ってる人いるんですけど、えー、ちょっと心配ですよね。 えー、あなたはね、おそらく編入者だから、もうちょっとね、自己評価を高くしていい。入門者じゃない。もうね、異世界に行ってもね、F ランクのね、えー、冒険者じゃない。パーティーから追放されないし、C か B ぐらいからスタートして、OK! なのでね、あのー、皆さんも荒れ狂う編入者を見かけたらですね、ぜひ、えー、B ランクからスタートすることをお勧めてあげてください、えー。草を取りに行くね、クエストとかね、いらない。ドラゴンとか倒していいから。 なので、編入者は中級からどうぞお勧めしておきます。さて、3つの軸でお話をしたんですけれども、この考え方を使うと自分が何を欲しているか分析できるというのはつかめたでしょうか。えー、このほかにもですね、考え方ありますし、書籍以外の媒体ならそれぞれあると思います。なので、まずは書籍の選び方の考え方を身につけて、えー、各々応用してってもらえるといいと思います。はい、で今日のまとめです、えー。まず媒体はいろいろ。紙もあれば、ウェブもあれば、イベントもある。 それぞれ特徴があるので、えー、どれが偉いとかじゃなくって、用途にとか好みによって使い分けるというのが肝要です。で選ぶときには、ですね、自分が何を欲しているか、3つの軸で分析してみるといいと思います。そして、えー、媒体と自分の分析ができたら、ですね、えー、勉強するときに、こうしなければならないではなくて、こんなポイントを心がけてみてください。えー、まず、おすすめが自分に合っているとは限らない、えー。毎回同じ方法でなくてもいい。 複数の方法を組み合わせてもいい。うまくいかなかったら変えてみたらいい。大事なのは目的と自分。はい。えー、僕らエンジニアなんでね、えー、根性論ではなく、技術で学ぼう。ということを、えー、皆さんにお伝えしたいです。あとですね、大事なこととしてですね、この人編入者。よく覚えておいてください。入門者じゃないからね。 ということでですね、えー、ここからは、えー、宣伝です。えっ、ー、と、図解即戦力 AWS ですが、なんと発売に5、2年で、えー、11釣り5万部を迎えることになりました、えー。1万部売れたらヒットと言われる技術業界で、えー、よく売れたなと、他人事のように思っております。で、まあ、ちょっとなんかしたいねっていう、あの、序釣りでなんかしたいねっていう話で、えー、AWS 全サービス一覧表というのを配布しております。今購入するとたし多分ついていて、あと、えー、技表の 公式サイトからも、えー、ダウンロードできるはずです。でこちら今回、あの OSC のプレゼントでも出しているので、ぜひご応募ください。はい。それから、えー、Docker Kubernetes の、k u b e r n スの基本の基本ですね。えー、これもね、あの、1年経って、7ずりになりました。ありがとうございますで。こちらはね、台湾版と韓国語版が出ました。自重値をちょっと出して。えー、これがね、台湾版。あの、台湾版なんかね、表紙ほぼ一緒です。それから、韓国語版。 出ました。ありがたいことにこんな感じで、えー、出ました。応援してくださってる皆さんのおかげです。ありがとうございます。はい、それから同人活動をしています。オフカブルという同人、えー、サークルでやっています。こちらも、えー、O.S.C. のプレゼントに出しています。あとですね、あの最近話題のあの良いコード悪いコードなんかもあのプレゼントに出てるみたいなので、皆さんぜひあのプレゼントのコーこの確認してください。オーブ方法は O.S.C. のサイトを確認してください。 はい、以上をもちまして、私からのお話は以上です。よければツイッターをフォローしてください。えー、適当な毎日がつぶやいてかれております。はい。陛下、ありがとうございました。はい。えっと、このセッション、えっと、いい会場、これで最後なんであので、お時間多少ありますので、えー、っと、そうですね。あの今日 たくさんの人結構あ YouTube の方で見ていただいているという状況でなっておりますね。Twitter の方も、えー、とハッシュタグの方でつぶやいてくださった方が、えー、いらっしゃいます。まあえー、っと質問は、えーっとまあ、ズームの方は来てないかな。えーえー えー、今,今なら質問,質,疑質問が間に合うかもしれないですけども、多少時差はありますので。のえー、YouTube で、はいえとい、あれですね、書籍が雑誌より内容を担保されているという点については、最近、大いに疑問を感じていますというのが来てますね、いい質問ですね。いい質問ですね。あえーはい、で、えーと、初心者でも分かる系書籍はほぼ確実に初心者でも分からず、えっ、ー、とね、 これはなんかね、ものにもよるというか、なんか、ゴールにもよるんですよね。あの、なんか、すごい初心者からめっちゃ遠いゴールを薄い本でやろうとすると、確かにね、これはなんかね、あの説明がものすごい省かれやすい。それは、ね、ちょっと同意しますね。で、えー、 まあなので、この説明がはばかれた僕、おっしゃる通り、大体ね、別言語習得者じゃないとダメとか、そもそもネットワークの基礎が分かってないと、これの内容分かんないじゃんとか、そういうことすごく多いので、これは確かにね、それはそういうところはあります。ただ、今お話をした通りり、の何のジャンルのどこのレベルの何なのかっていうのが、やっぱ本によってかなり違うので。あのまあ そこはね、ちょっと本選びにはなりますね。そして存在しないこともあります。あの、ちょうどいい本がないことは確かにある。どうしても書籍というのが、あの、まあ基本的にはですね、えー、どういう性質のものかというと、全国でやっぱり発売をされるものなので、全国で売れれないといけないっていうちょっと前提はどうしてもあるんですね。で、そのために、まあ、あの、まあ、なんだろうな。 すごくきめ細かく、まあ、いろんな本を出せたら、出版社も我々も嬉しいんですけど、ちょっとね、それができないこともある。でそのために、えー、完全になんかマッチしない本しかないことも、やっぱりあります。なので、まああのまあ、どちらかというと今、今、なんだろうな、書籍と雑誌で、えーまあ、どちらが内容を担保されてるかっていうのは、えー、なんだろう。 書く時間もやっぱり違っていたり、調査できる時間だとか、まあそういうのもいろいろあるので、一概にまあ言えることではないですけど、こういう傾向があるというような感じの話かなというところです。で、えー、挙げたいうですね、日経リナックスとか日経プログラミングなんかも、まあ当然いい本です。それからあと、えー、技評のね、あの、ソフトウェアデザインとか、WebDB とか、あそこら辺もすごくいい雑誌だと思う。あ、月間用を忘れてはいけない。その辺もね、すごくいい本あの雑誌です。で、それらが、 えー、雑という意味ではなくて、やっぱりどうしてもスピードを求められるから、えー、そういう傾向があるよというようなところですかね。どうでしょうこれで答えになってますかね。そう,そうですね。えっ、ー、と講演の内容の繰り返しになるかもしれないですけど、本と雑誌ではえっ、ー、と目的、えー、違うというところもありますよね。そこはえっ、ー、と何度かキーワードとして出てきましたけど、あの選ぶっていうキーワードがたくさん出てきましたね今日。 は選ぶっていうのが大事なのかなというふうに感じましたあと、私が言うことじゃないんですけどね、な、あ、ん、のー、ですかね、えー、売れてる方がいいとは限らないんですよでなんかね、本当に、なんかちょっと買ってもらって、本当申し訳ないんですけど、うん、なんだろう、えーと、いい本は確かに売れるんですけど、売れてないから悪い本じゃないんですよ、そして自分にいい本かどうかも分かんない。 すごい自分にベストマッチの本は、あのー、他の人がね、合ってない本のこともあるんで、だから、まあ、とにかくね、自分に合う本とか、自分に合う媒体、だから例えばど、えー、これは動画とかでも一緒です。動画でも何でも、いろんなものが今、選べる状態なので、選んでほしい、まあ。そこがやっぱり一番大きいですかね。はい、ありがとうございまあのコメントの方でも、ありがとうございますというふうに、えー、来てますね。 YouTube の方をコメントしていただきまして、ありがとうございますあこういうご意見ねあの、なんか言っちゃ悪いかなと思うかもしれないんですけど、言ってください。あの言われるとね、なんかね、そうだよね、よし、もうちょっとあのここら辺は丁寧に書こうと思うので、えー、ぜひね、どんどんやってください。ただですね、あのなんかちょっとあのプレゼンチャーにちょっと話をしたみたいに。えー 手順を求めているのに概要の本を買って、それで手順が載ってないからゴミだみたいなのはちょっと筋が違うと思うんですね。でもあの今回みたいなこの岩井さんの意見みたいなのはすごくいい意見だと思うので、こういう意見はぜひ言ってほしいと思っています。はいえー 途中にもありましたね。入門者にプンプンする人 <laughs> っていうスライドそう,そうそうそう。<laughs> あの、このセッションのね、ね前にねあの、ちょっとね、話した人によく似てたかもしれないんですけどね。<laughs> <laughs> うん。とだけね、あの、なんか、そう、転入者なのに、まあ、入門者ね、あの、ね、ちょっと、向けの本を読んで、プンプンする人いますからね。まあ、ただでもね、やっぱりね、書く側っていうかね、出版する側も、えー、何でもかんでも入門って言い過ぎなんですよ。入門じゃないじゃん、これ、みたいな。うん 難しいじゃんみたいなね、うん、本も確かにあるんですよね。うん、で、そこはね、もうちょっとなんか入門じゃない言葉を使ってほしいなぁとは思っています。ちなみに私の書くも大体ね、ガチの入門者向けなので、えー、結構相当入門です。なので、あの編入者の方はあのもうちょっと違う本の方がいいかもしれない。映画の出されてる本はタイトルに偽りなし。そう、偽りなし。<laughs> そうタイトルあの、偽りなしはね結構大事で、うんあの、これ結構毎回編集さんとはかなり詰めていますあの。絶対に偽らないようにしようみたいなのはちょっとありますね。やっぱりどうしてもあの入門とか、えー、1日で分かるとか、そういうことを言われると、うん、みんなそう思うんですよ。でもし、それが分からなかったら、やっぱりなんかちょっともやーっとするかなと思うので、まあ、できるだけあの、ね、そこら辺は、えー、偽りがないようにはしています。 あとね、優しくしてます。あの、表紙。あ,あの、ドッカーの本とか分かりやすいと思うんですけど、えー、いかにも入門ですって分かるように、表紙は優しい感じにしてます。あ今ちょっとあの、チラッパの自重長が出してくれてますけどね、台湾パンを。あと、まあ、ちなみにこれあの、日本語のタイトルが基本の基本で、えー、基本という言葉をひらがなで書いているぐらいなので、まあ、そういうのもできるだけ今後ね、あの、いろんな書籍が、 えー、タイトルも表紙ももう少し分かりやすいでいいかなと思っています、はい、あと、どうでしょう、えー、何かあのネタなどがあれば。<laughs> ツイッターの方はちょっと拾いきれないですけども、えー、といろいろ感想を頂い,いてますね。あ あとね、えーと、ちょうど AWS と Docker の本も出しているので、まあ、ちょっとお伝えしておくと、ですねそもそも AWS と Docker はどちらもネットワークだとかサーバーの基礎が分からないと分からない分野なんですね。なので、AWS の初心者向けとか入門っていったときに、それはサーバーが分かった前提になっちゃうことがすごく多いんですよ。で、えー、とそ,のそれは、ね、ちょっと難しい話で、えー、まあ、 そもそもその Linux 分からなくて Docker とか AWS を扱うというのはすごく難しいんじゃないかなとは思っています。でただ Docker とか AWS が最近本当にあのなんだろう、音差が非常に簡単なので、えー、書き出しの人なんかもかなりなんか触るみたいで特に Docker はですね、えーと、プログラミングスクールがなんかあの言語の環境を配布するのに使ったりもするらしいんですね。 でなので、そういう人もあの少し分かるといいかなみたいな気持ちもあって、ちょっとあの本を書いたんですけれども。なので、ちょっといろいろこの話はねから絡み合っているので、えー、まあそういうあの前提となる言語だとか、前提となる知識みたいなものも意識してえ考えていてもらえるといいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。 YouTube の方、えっと仕事になってから <laughs> 人が増えている <laughs> ところもありますね。皆さん聞いていただいたようです。よかったです。はい、ありがとうございます。では、質問の方はよろしいかな。はい、では、えー、っと、えー、お時間、えー、いっぱいまであの、えー、講演していただきました。ありがとうございます。えー、今一度、えー あの画面の向こうの方で拍手していただければと思,思います。ありがとうございました。ありがとうございました。